1919年2月11日は、日本の教育者、元第二高等学校校長、元美子不育館長。1871年2月12日に、村上に、村上藩士、三好義雄の次男として生まれる。村上中学に学び、1891年第1、高等学校卒業。1895年、東京帝国大学哲学科を卒業する。 その後、京都新州大学教授、柴田尋常中学校長を務め、また、長野尋常中学を創設、初代校長となる。暖房費を節約して、新聖なる、ピアノを購入などのエピソードを残す。1900年、仙台の第二高等学校教授、後に、第五代校長となり、同校の、雄大合剣の交付を受立した。1904年、 大須賀次郎、立川亀太郎、玉虫一郎一と共に仙台講師会を設立する。宮沢賢治が1899年より大沢温泉で開いていた下記仏教講習会でも実践倫理として、三好氏が1902年に講師を務めている。1915年、三子府育館長に任命され、 秩父の宮洋妃と世信能、高松宮信妃親王の不育に尽力した。イギリスのイートン校やハーロー校のような教育を持って、御子教育に当たろうとしたが、志半ばにして1919 19年、当時世界的に流行したインフルエンザのため47歳にて、急成し、村上市内の方向時に埋葬された。仏教の上では、森田五遊らに支持した。また、 東京帝国大学にインド哲学講座を創設するため安田善次郎に講座創設費の寄付を進め寄与した。インド哲学講座の実現により村上船長が初代教授に就任した。三好はさらに村上船長等と作った六人会として東京大学に行動を寄付するよう安田に進言した。これにより安田行動が生まれた着工。 1925年、春高。ちなみに、渋沢栄一は安田が暗殺された後、彼のあれほどの力と資材を国家に用いていたならと、惜しんだと伝えられるが、行動や陰鉄を通じて、彼の寄付は歴史に残ったことになる。三好愛吉については、中村唯一編、物外三好愛吉先生という書物が刊行されているほか、教育者としての解説は、例えば、 唐沢富太郎、図説教育人物辞典を参照。ありがとうございます。